俺の術式を解禁する。前使ってなかった。俺を信じろ。オッケー、二つね。一つの鞠から1、2本の攻撃、その後消滅、対空可能時間差に注意か。一つでも打ち込まれたらアウトが、ここまで警戒は必要ない。さらにあの時放たれたサワン、俺の脳内 CPU が弾き出した結論はビクトリー。なぜなら俺は一人じゃないから、お前がいるから。まずは一人。俺の術式は相手と自分の位置を入れ替える、ウニウニ。ちなみに手を叩くのが発動条件だ。黒線を連続で出すのがすごいわけじゃ。黒線を決めると術師は一時的にアスリートでいうゾーンに入った状態になる。私の記録ですか、4回。運が良かっただけですよ。黒線、黒線、黒線。三連ちゃん、一概変わっていない。手を叩いたって術式を発動するとは限らない。黒線、入れ替え先に攻撃。払えさ、二人なら衰えることのない戦いの優越。かばって心配無用さ、ブラザー。この程度の趣旨弾いてみせるさ。た、高田ちゃん、伏黒くんの傷口覚えてる？覚えているとも。血液を吸って成長したのかな。重力。次回は全額か。特急呪霊よ。川底にマキさんの特急呪顔面の木が格段に脆い。川？遊園。植物は呪力をはらみません。そのすべてはこの苦芸。できることなら使いたくはなかった。どうだ？来るな、ブラザー。ならばどうするか。領域転移。止まりが。奏でた旋律を増幅させ、近づかれたくねえのが見え見えだ。財布を作ろう。西宮もそのまま翔くんのとこにいて。電波が断たれなくてよかった。光線に呪詛師、あるいは呪霊と通じているやつがいる。あれ、絶対切ったと思ったのに。これだから俺はいいでしょう。これお前は非力だから、刀からも握ってもらえ。お前モテないだろ。出会い頭にてめえの話ばっかり。わあ、女の子がいっぱい、モテモテだ。とばりが分かった。30分も経ってなくない？逃げよ。何だったんだあいつ。さてどこから行こうか。どうやらここまでのようですね。あ、五条先生。そうか、葵か。確かにあいつはユージと相性いいだろう。となると優先すべきは。殺すな。こいつにはいろいろと聞かないといけない。死なせちゃダメだよ。逃げの三段はついてるわけか。残るはあいつか。あれも逃げがうまい。術式順転、青。術式反転、
赤。五条悟を相手にするほど奢っていない。挙式。紫。相変わらず規格外だな。イエーイ、一件落着。アノミは無事かな。任務完了っと。どこか寄ります。いいよ、止めて。え、ここでですか。僕を何だと思ってるの。あ、では。さて、君何者。ゾンガイ、大したことなかったな。誰が。コアッパミ。呪霊のくせにしっかりコミュニケーションが取れる。特級はさ、特別だから特級なわけ。いや、楽しくなってきた。わざわざ人のいないところで。枯れ木衆。これ当たるとどうなんの。音。今の人間はやはりまがいもの。このくだりさっきやったよね。学習しろよ。剣舞バカな。さっきとはわけが違う。わしは確かに触れて殺した。手出して。ほらほら。触れられん。僕はこのまま握手してもいいんだけど。貴様。早い、分からねば。まだまだ。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う。死ぬよ、ジョーが。どこへ行った。ごめんごめん。見学の板取裕二君です。富士山、頭富士山。サメ。五条先生。話しかけても問題なし。呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。先生、俺10秒前まで高専にいたよね。今後のため板取は殺せ。言ったでしょ、見学だって。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。弱い。大丈夫。領域展開。